会ご協力をお願いいたします。
Thank you.
Thank you.
最近サイヒンは何でも興味があるようで、落ち葉であったり芝をかじったりすることがとっても気に入っているようです。下には芝生がたくさん、芝があったり落ち葉があるので、どうやらなかなか上へと上がってきてくれません。少しずつ左側のはしごへと近づいてまいりましたが、あまりにも上がってこないようでしたら、お母さんのラウヒン、ちょっと起こしまして、お母さんのラウヒンをバックヤードへと戻した後、スタッフが上に上げようと思いますが、もうしばらくちょっと見にくい位置ではありますが、どうぞ皆様ご理解のほどお願いいたします。はしごのところへとやってまいりました。どうやらこのまま上へと上がってくれるんでしょうか。さあ、無事にサイヒン上の運動場へとやってまいりました。どうぞ引き続き皆様親子の姿ご覧ください。お昼寝をしようとしていたお母さんのラウヒンですが、サイヒンが一緒に遊ぼうよと今邪魔をどうやらしているようです。ジャイアントパンダ、大人のパンダも一日の大半は眠って過ごしております。約半分は食べて過ごし、そして残りの半分は寝て過ごします。赤ちゃんのサイヒンもたくさんのお昼寝をして、そしてたくさん遊びます。午前中は1時間ほどお昼寝をしまして、今どうやら元気になって遊び回っている姿、皆様にご覧いただいております。とっても好奇心旺盛でやっちゃ盛りのサイヒンの姿、本日午後3時まで親子の姿ご覧いただけます。
Thank you.
Yeah.
成功してるんだね。Thank you.
Thank you.
なんでここ来た？
ほんとパンダ団子みたいだね、丸くて。いいいいってやって格闘してる。パンダだらけになっちゃった写真。ほんとだよ。かわいい。見て見て、この足の柔らかさ。足を食べる。あ、めっちゃ変わっちゃう。足。今お母さんがベストショットで正面で食べてるから。
Thank you.
背後ろ置いてあるのは落花生。ママ行くよ。手前に置いてあるの。ママ行くね。あれじゃないよ。お芋かな。ママ行くよ。すごい。ラッコちゃん。ちょっと待って。今パパビデオ撮ってる。ラッコちゃん。なんでやねん。今やろ。見てる。いや、ラッコしようか。珍しいよ、パンダがあんなに。パンダ？パンダ？パンダって寝てること多いけど、あんなにもしゃ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 食べてる。逆に。パパが揺れてきたい。これね、ルクちゃん、バキってピュー。バキバキ。バキバキ。バキバキ。めっちゃ食べてるわ。めっちゃ食べてるわ。美味しそうや。おっさんに食べてくれたよね。美味しそうやね。怖い。足でやってる。うわ。うわ。うわ。すごいな、足を使ってな、横顔が、わしわし、わしわし。あ、ピオやな。うん。そこは肌ピオか。あ、あれやん。え、ピオやん。お、見るわ。え、今何時？え、12時ぐらい。何時？行ったした。行ったした。お昼ご飯。食べなあかんで。
そのあたりがこう結構変わってくるので、そういう状態を把握するためにもシャーレにとってあんな感じですね。あれ実際の風品の映像なんですけど、あんな感じでこれちょうど中尾さんがやってらっしゃるんですけど、あの刺激をして慣れてっていうのが多いんですけど、何も取って必要あれば冷蔵保存したり、基本的には解凍になるんですけど、あれこんな感じで刺激してっていうような時に買ったものです。はい、続きましてこれ何か皆さん分かりますか？そうです、そうです、体温計です。YouTube でも多分使ってる映像いくつか上がってると思うんですが、あれですね、脇の下に挟んで、このここに挟んで体温を測ったり、あと時によってはこの尻尾のところに、尻尾と肛門のところにこう挟んだりすることもあるんですけど、生まれた初期の頃はこれぐらい毛が生えてないと、お腹の下タオル、赤ちゃんがいるこのタオルとお腹の間にこの先っぽが温度計になってるんですけど、そこを置いて体温を測ってっていうのをします。でさっきの映像ぐらい白と黒の毛が生えてくると、もう脇に挟んで体温を測ります。で今までは毎朝このこれぐらい小さいと結構適度に毎回こうお母さんのラーメンから預かるたびにとりあえず1回体温を測って、体温下がってないかどうか確認したりするんですけれども、そのうち成長するにつれてそれが1日1回朝だけになったり、朝は違う、お母さんから預かった時にすぐ測るのと、お母さんに戻す前に測ってどれぐらい差があるか見て、ある程度成長してくるとそれがどんどん回数が減ってきて、その後朝と夜だけになりまして、で朝だけになって、今の風品はもう暴れて測ることができないので朝も測ってないです。ただ外で日光浴したりするとやっぱりこう口開けてハーハーしたりとかすることありますし、パッと肉球の部分が結構熱が分かりやすいので、そこを触って熱くないかとか、脇の下に手入れてみて熱くないかなっていうのをこう私たちのもう本当肌感覚になるんですけどで判断してます。はい、これも実際に使ってる、まだ現役なんですけど使ってるものです。はい、でこれがですね、パンダミルクって言います。ちょっと中開けるともう粉々なんで開けてないんですけれども、森永さんが今日も開発してまあ私たちだけじゃないですけど、いろんなパンダの母乳を提供して成分に近いものを作ってくれてまして、風品も今ちょっとずつ飲む練習だけ始めてます。だいたいアドベンチャーワールドだと双子の場合は結構早くからお母さんの母乳もなかなか双子だと足りないので補助的にあげたりするんですけど、一人っ子の場合はだいたいお母さんから独り立ちして、一頭での生活始まった時になかなか竹だけでは営業を補えないんで、最初こういうものを補助的にあげたりするんですけれども、4歳のユイヒンがですね結構変色で、このミルク飲むまでに1ヶ月半ぐらいかかった歴史があるので、まだ全然風品も独り立ちの日って決まってないんですけれども、最近もそうなんですけど、決まる前から余裕を持ってちょっとずつ味に今慣らしてます。全然必要ない時期から余裕を持って慣らさないと、いざ必要になった時、ユイヒンみたいにいざ飲まなきゃいけない時に全然飲んでくれないっていうのが1回あったので、ちょっと早めに練習だけ、はい、してます。まあ、今のところ順調に最品、ユイヒンほども手こずることなく、ちょっとやっぱり最初はミルクの味というよりも器から飲むことを覚えてないので、そこの順地の方が必要だったりするんですけれども、まあ最初は今もやっぱりちょっとスプーンでこうちょっと飲ませてから、それをどんどんこう器の方に下げていって、気がつけば自分で飲んでるみたいなぐらいの流れでやってはいるんですけれども、最近やっとスムーズに飲めるようになってきたかなぐらいです。はい、哺乳瓶では分かってない。哺乳瓶はね、もう今ぐらいの大きさで哺乳瓶使うと噛みちぎっちゃうので、基本的にもっともっと小さい歯が入る場合とか、あまりこう歯が入ってなくて、だから双子の時ですねにこう入れ替え保育って言って、1頭お母さんが預かった抱いてる間にもう1頭にそういう人工乳を補助的にあげたりするんですけど、そういう時に哺乳瓶は使えます。
まあ、ただ今のところにこう、お母さんのミルクだけで食べてますし、今ムリムリを使うとその乳首の部分がゴムなので誤飲しちゃう可能性があるので、もうお皿で今はあげてます。これはですね、ひな祭りの時にあげた遊具の一番上の部分なんですけども、もうこれが生き残ってる唯一の木でして、あとはもう噛み砕いてボロボロになっちゃいまして、はい、もう一個一緒にあげたロープのやつでも結構噛んじゃって、このコンシェルジュ終わるぐらいにはもう卒業かなぐらいの、はい、感じです。歯型も結構見えますか、見せるかな皆さん前に、はい、こんな感じで歯型がね結構歯型で、人間の歯型でみたいな、結構噛んで移動したり遊んだりすることが多かったですね。はい、これ実際に楓浜が生まれた時の大きさと重さ再現しているので、よかったら見る前に一回触ってみておいてください。消毒シールでも回していただいて大丈夫です。意外とね、手にずっしりくると言いますか、はい、これは実際に楓浜が、楓浜も彩浜も結浜も使ってた、はい、お母さんから預かってこんな風にタオルにくるんでここに入れて体圧測る、まあ、今ちょっとタオルの重さだけ引くの忘れてるんであれなんですけど、まあ、こんな感じですよね。タオルに入れて、あ、なんか、はい、203、はい、今これ風品だよ、これ全く同じこの容器です。はい、あれぐらいの大きさの時に使ってます。1ヶ月、2ヶ月ぐらいかな。はい、今はもうこの次ぐらいかな、一番最終のもう衣装ケースみたいなでかいのに入れて測ってます。はい、さあでは私のね